サムエレ・ロンゴは、イタリア・バルドッピアーデネ出身のサッカー選手。セリエ BLR ・ビチェンツァ・ビルトゥス所属。ポジションは FW。トレビーゾ FC の下部組織を経て、2009年夏に、インテルに入団。2010年は、ピアチェンツァにレンタル移籍し、2011年夏には、ジェノア CFC との共同保有となった。2011から12シーズンは、 アンドレア・ストラマチョーに監督が率いるプリマベーラでレギュラーとしてプレーし U-19 世代のチャンピオンズリーグに相当するネクストジェネレーションシリーズでは5ゴールを挙げて優勝に貢献。カンピオナートプリマベーラにおいても準決勝の AC、ミランプリマベーラ戦でハットトリックを達成し決勝の SS ラツオプリマベーラ戦では決勝点となるゴールを決めた。この活躍で 大会最優秀選手に選ばれている。2012年5月13日の SS ラツ予選に途中出場し、セリエ A デビューを果たした。シーズン終了後の6月22日、インテルはジェノアから共同保有権を買い上げた。2012から13シーズンは開幕前からトップチームに帯同していたが、8月28日、 RCD エスパニオールへの期限付き遺跡が発表された。2013年8月20日、エラスベローナ FC にレンタル遺跡。同シーズン後半の2014年1月31日、ラージョ・バジェカーノにレンタル遺跡した。2014年7月11日、カリアリ・カルチョへオプション付きの2年間のレンタル遺跡することが発表された。2017年8月23日、 テネリフェにレンタル移籍した。2018年7月5日、s d エスカに買取オプション付きのレンタルで移籍した。2019年8月16日、セグンダディビジオンのデポルティボラ・コルーニャへ1年間のレンタルをした。2020年1月31日、LR ビチェンツァ・ビルトゥスへレンタル移籍。2020年10月5日、LR ビチェンツァ・ビルトゥスへ完全移籍。 各年代別のイタリア代表を経験。2012年4月には、チーロ・フェラーラ監督の U-21 イタリア代表に初招集され、同月25日のスコットランド U-21 代表に出場し、ゴールを決めた。ありがとうございます。